海宝さん、ただいま。銀河の和道さん、アイテムフォローお願いします。皆さんこんばんは。2018年の11月の7日、19時21分です。よろしくお願いします。映画のプロジェクトを始めて今映画を撮ろうと思っているんですけれども、もしね、スタッフをやりたいとか、演者やりたいっていう人がいたら、声をかけてください。よろしくお願いします。LINE かね、Twitter の DM で何かしら参加してくれる人を、探してます。今欲しい人材がですね、役者さんと、あとはとにかく現場に人が必要なんで、何でもいいからやってくれるっていう人、もう経験ないけどお手伝いしてみたいっていう人を募集してますし、音響ですね、音響と照明と、あと一番必要なのは助監督、いろんな人たちが必要なので、もしよかったら声かけてください。よろしくお願いします。で、じゃあ映画制作に関してまったりやっていきましょう。のんちゃん、のんちゃ ん、 ん、コーヒー買ってきてくんね。コーヒ ー、 んー、やめちくりんさん、女優次第だな。女優はどうなんだろう。女優は、俺はヒロインは演技は必要ないっていう派かな。ヒロインは可愛ければいいっていう。女優に演技はあんまり求めないかな。周りの演技がしっかりしてるとヒロインは映えるんだよね。問題なくなるっていうのが俺の考え方。可愛ければ何でもいい。キムタクさん、演者は何人を募集中？演者はいればいるほどいいっすね。エキストラとかも何人とか明確にないっすね。いればいるほどいい。こんばんは。はい、こんばんは。演者はいればいるほどいいっすね。ラリラリさん、ワドちゃんよ。はい、こんにちは。のんちゃん、コーヒー買ってきたよ。やだ。いいよ、いいよ、じゃあ。コーヒー買ってくるわ。ラリラリさん、風船を10個プレゼントしました。キムタクさん、PC 代は集まったの？さん、正確な説明ではないが、グラボアルトニコニコの異常なコメントシャワーでも、カクツキがほとんどなくなる。
ラボがあるとニコニコの異常なコメントシャワーでもカクつきがほとんどなくなる。いや、分かってるよ。グラボが大体どんなものなのかっていうの分かってる分かってる。風船を2個プレゼントしました。風船ありがとう。 PC 代はまだ集まってないっすね。50万だからね。さすがに無理でしょそんな簡単に50万稼げるんだったら苦労しないよ。うん、簡単には稼げないっすよ。難しいよ。そんな人生甘くねえわな。そろそろ編集が終わるかな。もうあと2分って出てるからもう終わるな。撮った映像見てみようか、みんなで。江ノ島に行ってきたんですよ。あの4年ぶり、4年間見てくれてるおっさんリスナーに会いに。そこでリスナーさんに会った時に江ノ島で撮影したんで、ちょっと見てください。ぜひ。こんな感じで一緒に映るかな。これでいいかな。これで見えるかな。もうすぐ終わるから一緒に見てみましょうか。この角度面白いね。あんま見ない角度だね。この角度は面白いね。なかなか見ない角度でしょ。もうすぐ完成するんで。映ってる？映ってる映像大丈夫？見える？みんな OK 大丈夫っすか。あさん、ノートは 32G メモリー積もうが、カクつきとかがどっかで出てくる。 OK OK。 イカ娘さん大丈夫です。大丈夫 OK。 じゃあそろそろあと8秒、見てみようか。完了しました。31分。これがその作品ですね。ちょっと待ってね。OK、見えてる。OK。じゃあ行きますか。海宝さん見えてる。うん、ちょっと待って、なんかノイズが乗ってる。ちょっと待って、失敗か編集。なんかノイズが乗ってる気がした。普通じゃないか、大丈夫かな。ダメだな、このシーン良かったのに。このシーンすげえ良かったのに、ノイズがすごい。これは失敗。これ撮った時すげえ良かったんだよ。江ノ島のズームアウト、ズームアウト、
こういうシーンにジンバルが必要なんだよね。手ぶれが半端ない。ここ良かったね、このシーン良かったね。意外と良かったシーンここだね。うわーひどいなノイズ。あーマジか、ここお気に入りだったんだけどダメだ。マジか、あーこれはひどい、悔しいなー。あーこれはひどいわ、マジか。うん、わかんねえもんだなー。ここ綺麗だね、ここは最高のシーンだね。ここ一番じゃん今回の、もう森の中のシーンが。うん、このシーンが一番綺麗だな。バコ遠くてよくわからない。いっそのこと Mac の PC の 32G にすれば余分な機能ないので結構違ってくるかも。あちゃんさん、ワンシーンワンシーンが映画みたいで引き込まれる。以上です。はい、この終わりでよかったな。最後電車の中で終わるっていうので良かったんじゃないかな、これで。鼻毛出てない。よし、OK。よし、OK。OK です。アキエッチさん、カットのアングルはいいと思うよ。よし。オッケーオッケー、終了。お疲れ。60点ぐらいかな。イカ娘さん88,888。あちゃんさん W。 いや鼻毛出てたら嫌でしょ。テレビとかで見ても綺麗な画像で鼻毛が映るからさ。終わり。アサン Windows や Android は余分な機能でメモリー食うので、あちゃんさん、お疲れ様です。お疲れ。いや大変だったね。ミノムシさん、ノイズってどうして入っちゃうの？いろんな原因がある。例えばなんだけど、いくよ。iPhone で例えると、これが一番よくあるパティーンね。暗いところになるとこの辺にノイズが出るでしょ。この辺に。これみんなでも確認できることね。わかる？ノイズが暗いシーンほどノイズが出やすいの。ここら辺ザラ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 ってノイズ入るでしょ。わかる？この辺。アキエッチさん、冬にしか取れないものは取っといた。これわかる？この辺に映ってるの。ミノムシさん、ブロックノイズ。ブロックノイズ。これは要はiPhone は自動的にその設定をしてるんだけど、人間の目って実は超高性能のカメラなのね。超高性能のカメラだから、暗いところっていうのを強制的に、なんて言えばいいのかな、ISO っていうのなんだけど、ガーって持ち上げてるの。本来はもっと暗いのよ。だから、こう
なんていうのかな、無理やり機械的に持ち上げて明るくしてるからこういうノイズが出るっていうのが、まあオーソドックスなノイズの出方。これをライトを飛ばしてこうノイズが消えたでしょ。だから照明っていうのが役割として必要なの。プロの照明さんとプロの照明さんの掛け合いなのよ、これは。そのノイズが出ないように綺麗に見せるにはどうしたらいいのかっていう。で、今度この辺が白飛びしちゃってるんだよ。これは白飛びっていうのは、ライトが強すぎるからライトもうちょっと弱めてくださいとかカメラマンさんが言ったり、あ、こっち側で処理しますとか。だからそのカメラだけじゃない、 この辺が白く飛んでるの分かる。この手とかが初見で初米だけどなしって卵味噌液体なのよ、具体的に教えろや。僕敵対してません、はい、あの失礼じゃないですか初見さん。僕は彼のこと何にも敵対してないですけど、彼はもともと4年間見てる僕のリスナーですよ。僕なんか彼に対して言いましたか？何も言ってないですよ。まこちゃんさん、こん、ライトは角度ですよ。アキエッチさん、ほん。何時公開でしょうかな。アキエッチさん、なんか揉めてたのか。いや、揉めてないけど。なめ太郎さん、失礼なのはお前のより目じゃねえの、失礼しました。たぬき殺団さん、アンチがいての配信どうだぞ、マジに怒るな。サソリン機材は大手アットパイプさん、おはよう。アキエッチさん、もう脚本の書き方覚えた？脚本いらないって言われた。おはよう。アキエッチさん、こう。プロにはそう言われた。ドラキュラRさん、触りたい。あさん、ただ iPhone もサイトの重さに限界感じたのか、最近のは4や6コアですね。うん。まこちゃんさん、今のテレビ見てて女優はライト足元飛ばしてるよ www。 あちゃんさん、確かに最後の終わり方いいね。ドラキュラRさん、おいしい。キエッチさん、この前の江ノ島どうだった？それを今編集したんだよ。あ、延長するんでアイテムお願いします。今 YouTube にアップしてる。まこちゃんさん、この枠はリプキンですよ。いや、リプキンじゃないけど。あれ江ノ島なんだ、いいね。あさん、風船を3個プレゼントしました。風船ありがとう。ミノムシさん、ハートを5個プレゼントしました。ありがとう、ミノムシさん。ドラキュラRさん、嘘つき。イカ娘さん、メガホンを3個プレゼントしました。メガホン、ありがとう。あさん、くだらん話すまんね。
ちゃんさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう。魚くじさん、生ポじゃなくてもいいのかな。丸亀の竹本石井さん、石井、まこっちゃんさん、ニコ生の時は弁当やリスナードおしなれが嫌いな主さんだったから。延長したいんでアイテムお願いします。バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。本当に8年ぐらいは困らない PC 欲しいよね。そうだね、5年持てばいいかなっていう。5年今の環境で使いこなせるものがあったら俺的にはまあ満足かな。5年かな、まあ、8年持ったらもう使い込んだなって感じじゃないかな。5年は最低使いたいね、ストレスなく。秋内さん、うん、そろそろ買い替えたいよね。5年持ったら嬉しいね。そうだね。今日先ほど見せた動画は、今日のですね、夜の8時にアップロードします。サソリン機材は大手アットパイプさん、アイナイン良さげ、9900K 欲しいね。良さげですよ。いくらぐらいするんだろう。延長します。こちらにアップロードするんで、3分の動画はチャンネル登録しておいてください。こちらですね。真面目にやってるね。こちらに、今日の作品アップロードするんで、こちら夜の8時だから15分後にアップロードします。今日の夜8時15分後にアップロードするんで、プレミア公開でぜひ皆さん見てください。こちらのチャンネル登録しておけば告知が流れます。ベルボタンも押しといてください。下のね、この YouTube です。これで今日の作品発表します。タイトルは江ノ島物語にしました。物語要素一つもないんだけどねみんな見てね。サソリン機材は大手アットパイプさん、 CPU とマザーで15枚、ハイエンドで、うんうん、さん、スペック的な意味ね。寿命だけな、最近のは6年はハードディスク壊れないよ。あ、そうなんだ。できればソフトを動かすところは SSD でいきたいなとは思ってるけど、保存用はね HD でいいかもしれないけど、なるべく SSD の方がいいかな。アキエッチさん、こう初期作品は映画の一本には数えられないから、どんどん作ればいいと思う。その努力でアイテムが来るんだから。映画はね、一応そのロードショー、要は作品を作って公開をしてからが映画っていう感じだね。作品を作ってから映画っていう、だから練習だね。さん、これはたくさん稼がないと。笑、アキエッチさん、そうだね、たくさん稼がないとね。はい、公開されました。皆さん、もしよかったら、僕のね、ツイッターに告知を流します。ツイッターから飛んでいってください。僕のツイッターから飛べます。また先やるか？案件あるけど。ツイッターに告知を貼りました。よろしくお願いします。
Facebook にも告知流します。 Facebook か Twitter からリンク飛べますんで。コマネチーさん、ワドツ、こんばんは。はい、こんばんは。はい、オッケー。じゃああと13分後に公開っすね。ヒゲさん、うん、すぐに PC は買えるくらいは稼げるよ。あの、皆さんコメント書いてください。アキエッチさん、何か一つ仕事にできる技術があれば人間は十分だよ。あちゃんさん、 YouTube 見に行きますね。コメしておきます。うん、コメントチャットっていうのをクリック、携帯電話でその画面見たらチャットっていうのをクリックしたら文字打てるから、スマホで見てる人は俺の Twitter からリンク飛んで、で、あのグッドボタンとか押すところにチャットっていうのがあるから、そこにコメント書いて。どれ？俺のツイッターから飛べる。俺のツイッターに貼ってあるリンクは、俺のツイッターの、上の方に、江ノ島物語っていうやつですね。キエッチさん、ツイッターはブロックされてるわ。じゃあしょうがないですね、うん、じゃあしょうがない。さん、おは、今は何の構想してるの？今映画撮ってますね。応援しないわ。映画を撮ってますね。今昨日撮った映像の発表をやります。10分後に発表します。3、映画ですか？はい。アキエッチさん、ブロックの理由もわかんないわ。 W サントラさん、こんばんは。はい、こんばんは。どうも。たくさん、初見です。どうも、こんばんは。さん、勝手に提督って言ってすまんせん、だけど言いたい。匿名係長、こんばんは。花火師さん、花火ありがとうございます。こんばんは。
のりぼんさん、パソコン買ったのか？パソコンまだ買ってないですね。50万ぐらいかけようと思ってるんで、まだ買えてないですね。サントラさん、ツイキャスト、フワッチどっちが儲かる？僕はツイキャスやってないんで分かんないですね。映画はキャストは生主ですか？キャストは生主ですね。はい、キャストは生主でいきます。バカありがとう、たくみさん。アキエッチさん、救いようがねえわ。さんざ助言してくれてる人を敵視してまた敵を増やすという無学に呆れるわ。ケチをつけるのとアドバイスをするのは全然違うよ。アサン Windows なら設定で軽くする方法は結構あるよ。ぜひ皆さんね、もうあと7分後に公開されますので、僕の作品見に来てください。よろしくお願いします。僕のツイッターからリンク飛べるんでね。さん、ぜひ川崎洋平くんもキャストして。クラハイテイトくん、あの人テイトくんを親しくしてるから。あ、全然87さんみたい。本人が映画興味あるんだったら全然。僕のツイッターから飛んでください、ゆかりさん。あと7分後に公開しますよ。江ノ島物語ってやつですね。江ノ島物語、僕の YouTube から飛べんのかな。 YouTube じゃなくて多分ツイッターから飛ばないとダメかな。ツイッターからですね。ツイッターから、ツイッターのトップに貼ってあるのから。ゆかり87さん、ありがとうございます。います。パソコンの人は2ウィンドウでね、この放送と見てください。4つ目ですか？4つ目のプレミアム公開ですね。今何人待機してるか見ようか。今はね、今待機人数が、あさん、クラシックモードにしたり仮想メモリをしっかり設定すれば結構軽くなる。今4人見てますね。4人待機してますね、僕の生放送。一緒に見ましょう。5分後だって。あと3、たまに傭兵の枠行くけど提督のこと話してますから、ぜひ。この画面ですね。この画面、なんだ、この画面です。江ノ島って書いて、あれなんだ、勝手に切り替わるな。なんだろう、なんだこれ。これです。 YouTube のこの画面がもうすぐあと5分後に公開されるやつです。ここにねチャット書けるんで、誰かチャット書いてみて。テストでここにチャット欄にチャット書いてみて。今14人見てますね。14人同時にアクセスしてます。チャット書いてみて。みんなアングコローさん、何これ。江ノ島行って撮影してきて、俺のツイッターのトップから飛べる。誰か俺のツイッターからトップページリンク貼って。あ、たくみさん書いてくれたね、テストって。こういう風にリアルタイムでみんなで一緒に僕の撮った新作の映像を見れるんで、これ YouTube のプレミアム公開っていう機能なんで、ぜひぜひ。アキエッチさん、欲しいと言った手作りの人形を作ってくれたリスナーをお願いします。あれかわいそうだったな。もうあとね、3分後に公開です。3分後に公開。ぜひ皆さん見に来てください、僕の映像作品。リアルタイムで見た人だけチャットが書ける特典がついてます。
最初だけですね。生放送の時にしか書けないですね。ジンさん、ユイガがお前をやるって言ってたけどなんかあった？アキレッチさん、あの人散々味方してくれてた人なのに罵り倒したよね。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。こちらの画面ですね。書いた。どれどれ見てみようか。あー、みんな書いてくれてるね。ありがとう。アキレッチさん、今おとなしいのは自分の本性をさらしてリスナーが消えたから W。今チャットでリスナーさんとやり取りしてる。さん、また怖いのじゃないよね、提督。ホラーはないよ。あさん、今の PC は4年前と違って適当に選ぶと省電力重視の性能低いのつかまされるかもしれないので気をつけて。アホタリさん、パソコンこじりメーターなくなってるけどどうしたん？長高二さん、ボタン。皆さん、僕のツイッターから YouTube 飛んでください。僕のツイッターから YouTube に飛んでくれればここで皆さんでやり取りできるんで、よろしくお願いします。あと1分です。あと1分で始まります。30人集まってくれた。グッドボタンありがとう。グッドボタンありがとう。アキエッチさん、望遠レンズもわからなかったと素人の知恵なんざ HP に書いてあるよ。お、始まるね。アキエッチさん、わら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 。映画制作費300万の時みたいに途中でやめていただくつもり。朝、配列の関係でスマホやノート PC は全体的に性能が低くなってる。始まりますよ。始まります。皆さん、アキレッチさん、無視のパターンも熱いな。マメさん、お疲れです。うちの分長6ヶ月にしてやっとカンハネ始まりました。あと1分です。あと1分で始まります。あー、よかったね、トヨ始まった。みんな僕のツイッターから YouTube 見てください。生放送です。皆さん見に来てください。僕のツイッターから飛んできてください。残り50秒。ツイッターからどうぞ。
には見えるコメントと見えないコメントがある。アホタリさん、映画スタッフ出演者募集はいいけど制作費もないのに手玉たらきさせるつもり。アキエッチさん、人形作ったと言っておいて手作り人形を送ってくれた人ののしり倒した君に将来はないよ。缶コーヒーが曲がるまで叩きつけてフルガトシルしてたね。あの人ショックで泣いてたよ。このシーンがね、あんまり綺麗じゃないんだよね。この元の絵は良かったんだけどね。竹内さん、人形を送ったのに受け取らずに確認も進めない。失敗なんだよな。入らないって失礼だよ。アホタリさん、パソコン10万くらいは集まってたけど、お金はどうなったの？生活費になったの？安シム普及委員会さん、ストーリーとかは無下げだね。アホタリさん、ひどい話だな。アキエッチさん、50万の PC なんか君には意味ないよね。その程度の映像で何したいの？ W H さん、脚本もないのに映画なんざできないよ。アキエッチさん、全員のリスナーでね、何時間もかけて人形を作ったリスナーが喜んでくれればなって送ったものを怒鳴りつけていらねえよ。であれひどかった。
アホガリさん、気分量だから完成することはないな、そのうち飽きる。アキレッチさん、あの人泣いて震えてたよ、悔しかったろうね。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。チトルリンチトルシネさん8888、ご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、マメさん個人的にはすごく綺麗でした、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。アキエッチさん、これは最新作ですね。人の尻倒してクリエイター気取りはやめない。ありがとうございます。かっこよかった。かっこよかった。なんかダブル。ありがとう。これが僕の映像作品です。ありがとうございます。かっこよかった。ありがとう。みんなありがとう。60人も見に来てくれた。嬉しいね。あちゃんさん、見てきた、やっぱり終わり方いい。終わり方、あのカットで終わり方良かったね。新宿の絵、ありがとうね、うん、ローアングルの電車良かった。題名は絵の島物語だけど物語感はないです。ありがとう。いや適当につけたタイトルは、ありがとうね、みんな。川で鳥が飛んで行くシーンが良かった。カモメね、カモメね。あれね、本当望遠レンズがあるともっとより出撮れるんだよ。根性が変わらないから、要は手ぶれができないから、ズームができないからあの距離になっちゃうの。本当はもっと翼広げたでっかい絵を撮りたいんだけど。トリピさん、次が楽しみですね。期待。ありがとうございます。アングコローさん、のんちゃんとの日常映像も良かった。あれも良かった。リアリティ。あれはだからちょっとなんだろう。ドラマ風というか、今回セリフも一切なかったね。うん。3ロケ班は大変だったやも。うん。アキレッチさん、ケチな根性で作った記念撮影を作品というのは違うんじゃないかな。W。アングコローさん、めっちゃ粘着されてますや、わら。ん？あちゃんさん、これって見る側は一瞬だけど、撮る方はワンシーンワンシーン大変なんですよ、ね、これはだから4時間かかってるよ。撮影の素材撮りに4時間かかってる。移動時間往復2時間半台、移動時間3時間、撮影4時間、編集が4時間、だからまあ20時間ぐらいかかってるかな、この3分間に。脚本とか書いてなかったりセリフがないからまだ楽だけど、映画は今度それに脚本、照明、映像、音声ってもっとこだわるから、これはどちらかっていうとだからカメラの映像作品だと思った方がいいかもしれない。イメージビデオとかに近い、うん、イメージビデオとかに近い。あちゃんさん20時間編、あ、演奏するんで相手もお願いします。はい、ワドツ。アキエッチさん、パルパルリスナーなんだ、ありがとう。いや、一仕事終わったね。アングコローさんって、解放さん、質問、ワドさん自身が映ってるのは一緒に行った人に撮ってもらったの？違う、カメラで遠隔操作で撮った。渋かった W。 キング姫さん、ワドツ、手間がかかってますね。ありがとうございます。ワドツ観光に行って統一したいんで相手もお願いします。私だけじゃないと思う。キングシャン風船ありがとう。気になってる。ヒーローミユキアット暇かかるね。風船をプレゼントしました。風船ハートありがとう。みんなアイテムありがとう。アイテムありがとう。ありがとう。あっちゃんお疲れ、ありがとう。プレゼントしました。キングさん、ね、風船をプレゼントしました。あ、解放ありがとう。メンヘラなのかな。ありがとう。ごめんね。あちゃんさん、お疲れ様でした。あ、出たい人は連絡くれれば映画の方に出しますよ。しました。おお、そうそう、ありがとう。納豆巻きさんか、ありがとう。そうそうさん、飲み、納豆巻きを3巻握りました。アキエッチさん、ごめんね。ありがとうね、みんなアイテム。
アングコローさん、たまに見るよ。いろんなところで性格悪いコメントしてるのわら。アキエッチさん、あはは。匿名係長のありがとう。奥行きを感じさせる斜めの線 と、 鳥の鳴き声、特に印象に残りました。ありがとうございます。一番綺麗に撮れたシーンはね、あの映像的に一番綺麗に撮れたシーンは、参拝が終わった後に森に囲まれた道を下っていくシーンの絵作りはうまく撮れたかなと思ってますね。本当はね、カメラが追っかけてこう被写体を追っかける絵にしたいんだけど、カメラマンがいないからやっぱ定点になっちゃうんですよね。ありがとう、延長します。アイテムみんなありがとう。悪党に強くコメントするんだけどね。だからここにストーリーを書いてセリフを当てるとドラマになります。だからどちらかというとカメラマンの技術テストに近いかな。これはカメラマンとかのこういい絵が撮れたかどうかっていうテストですね。和田さん、あ、いいよ、本当に出たかったら。アキエッチさん、メンヘラには詐欺師がよく見えるから気をつけてね。アングコローさん、マジでそれはご苦労様です。わら、敵にはどこのシーンかな。さん、ノーギャラでいいから。ギャラ出さないですね。俺的にはあっと絵が一番綺麗に撮れたなっていうのが、アキエッチさん、向きによっては同君を応援してるね。 W、このシーンはちょっと綺麗に映像がノイズ一切なく、このシーンお気に入りっすね。ロケーション良かった。ここはここは青強めで良かったと思うんだよね。3、うん、綺麗 W、 ここは綺麗だったね。この映像が一番良かったかな、これ可愛い女の子とかのよりの顔だったらもっと良かったよ。パルパルリスナーだよね。パルパルはどう嫌いだよ。アキエッチさん、わら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 。ここが俺はうまく映像を捉えられたシーンだった。3、なんか日本の輪の感じがした。そこもうちょっとね、ズームレンズとかがあったらもうちょいよりのかっこいい、その試着で手洗ってる時も手の寄りとかもっとワークを楽しめるんだけど、なんせね三脚もジンバルもない中なんで、カメラワークが こだわれないっていうのはちょっと、ちょっとなっていう。まあ何個かいいシーンありましたね。何個かありました。アキエッチさん、65点だね。だから構ってあげたら、これだよ、イコールさん。65かな。3、セリフ、アドリブで言うけど機会あったらおねしゃす。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ニャンチューさん、すでに低評価が多くなってきている。アキエッチさん、パルパルの方が面白いだろ。3、約束ね、ワドさん。連絡ちょうだいよ。撮影に連絡くれなかったらブッキングできないから、タイアップできないし。アングコローさん、しつけー、わら。まあでも標準レンズの手持ちでは結構うまくやってる方なんじゃないかな。どうなんだろう。アキエッチさん、かまってゲリオ W。標準レンズの、まあ、装備でまあまあ頑張ってる方なんじゃないの。アホタリさん、8割は低評価なのもわかる。アキエッチさん、同じ枠見に行くよ。アングコローさん、じゃあ私も行くね。
トルリンチトルシネさん、普段何ミリのレンズ使われてるんですか？標準レンズでね、ズームレンズなんだけど、は後からつくを。ちょっと待って、今出すから。ジャストミート当たりのところにラワード説教を聞けるよ、来てね。ちょっと待ってね、シトルリン。これどこに書いてあったっけ。ちょっと待ってね。アキエッチさん、28から70ジャストミートのリスナーを増やしてしまった。27から80、27から。アホタリさん、見ないとわからないのかよ。28から70だね。言ってるけどつまらないから行かない、違うところにして、うん。28から70、 F が 3.5 から 5.6、 単焦点の 50mm の単玉が欲しいかな今は。3、綺麗に撮れてたよ、ありがとう。でもね、これね、映像やってる人からするとまだまだなんだよね。映像やってる人からしたらまだまだなんだよね。まあまあ、素人にしてはうまくやってんじゃんみたいな、頑張れっていう感じだ。アングコローさん、他のとここにもいるだろ、わら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 。アキエッチさん、まだまだって W 何もしてねえよ。アホタリさん、映像やってない人から見てもいまいち。特命係長ただの花火師さん、カモメの鳴き声のシーンはなぜか映像を斜めに切り取るみたいな感じで目に入ってきたんです、はいはいはい、だからなぜかずっと斜線を意識して見ちゃいました。はいはいはい、カモメのシーンは、秋吉さん、そうだね。ジャストミートあたりのところで、うん、真面目な人間を見なきゃ騙されるよ。さん、今後はどういう路線で作っていきたいの？今後は、いや、だから映画を撮るんですよ。映画を撮ってるの。だからそれの練習って感じかな。映画を撮るためのカメラの技術をテストしてるっていう。どういうシーンが撮れるのかっていう。そういうことをやってますね、僕は。それはね、脚本書いてというか、ストーリーを立てて、やってってますよ。アングコローさん、ジャストミートがもうめんどくさいおっさんやん、価値観をしつけんなよ、わら。アキエッチさん、ジャストミートあたりは家族養って YouTube で40万稼いでる人だからね。アングコローさん、それがどうしたんだよ、わら。ワドさんが司会なら協力するで、ありがとう。疲れたな。アキエッチさん、君の価値観はゴミだからゴミじゃない人教えてるんだよ。アングコローさん、余計なさお世話、わらわらわら。アングコローさん、ワドツのアンチってめっちゃおせっかい多くない？疲れないの？わら。アキエッチさん、余計なお世話ってからかってほしいってねだるから、君が。疲れるよ。疲れるよ。
疲れるよ。アキエッチさん、ねえ、逃げるの？アングコローさん、いつねだったんだよ。ワドツに粘着されてるねって言っただけで妄想や、バイから病院行って。自覚があるんでしょ、粘着してるっていう。ああ、映像をいかにフラットに撮るかの設定だな。アキエッチさん、基本ね、優しいからリスナーには構わないよ僕は。でも何度も話しかけるから答えてあげてるの。 W さん、いろんな役やれるならしてみたいワードさん。いや、役はあのスタッフで決めるオーディションの時にその人に合ってる役を選ぶ。アングコローさん、じゃあもう話しかけないね、リプしないで。わら、アキエッチさん、パルパル星。アホタリさん、なんでわざわざ天気悪い日に撮影？何も考えてないんだな。アキエッチさん、じゃあの意味がわからないな。アキエッチさん、じゃあパルパール星。アングコローさん、毎日大変やね、わら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 。バッテリーがない。アキエッチさん、ほんと先を見る目がないよな。さん、ちゃんと考えてくれてるんだね、提督、安心した。うん、今あの主演のブッキングして、てるちゃんぴんが主演でやってくれるかもしれないね。アキエッチさん、アルバルのリスナーが和道応援ってどうなのよ。 W、主演がテルになりそうだね。三、はじめは叩かれるをめげないでな。うん、やりたいことやるだけだよ。今度徹子さん、青山くん、いいね、絵になるよね。先生さんは今和道さん、お疲れ様です。青山は絵になるからいいと思う。アキエッチさん、パルパルもサメシマモは同君嫌いやで。 W、アングコローさん、わらわらわら。さん、じゃあまた来る、よろしく提督。ゆかり87さん、やりたいことやろう。やりたいことやりましよ。人生は一回だ、やりたいことやろう、みんなで。一回きりの人生楽しもう。あちゃんさん、てるちゃん出るのか。てる出そうかな。うん、テル主演だね。アキエッチさん、全方位に嫌われてるやん、はどうくん。
ひげ剃っていいやつはもう無理だよ。これじゃダメ。分かった、汚くなるだけでしょ。分かったでしょ、もうあちゃん、ここまで。もう剃っていい？おせんべいさん、青山さん、アイテム目標わらわら、アングコローさん、いや伸ばせって言うから、だからここまで首、ここまで、あ、黒くなるだけだって、剃ったらダメ。これ汚くなってくだけだもん。剃ろ？汚いのは根性だよ。剃ろうよ。言った通りでしょ。汚くなるだけだって。おせんべいさん、汚いね。胸毛は、胸毛はどうにもしないかな。汚いよね。じゃあ、あちゃんが生やせって言うから生やしたんだよ。剃って整えた方がいいわ、W。でしょ？言った通りでしょ？ただ汚いだけなんだって、ほら。おせんべいさん、こじきみたい。いや、あちゃんが伸ばしてみてって言うから汚いだけでしょ、ほら。今剃るわ。アキエッチさん、パルパール星、チトルリン、チトルシネさん、山田孝之みたいでいいと思うよ。山田孝之も汚いじゃん、あれ。俳優の時は剃るじゃん。プライベートの山田孝之汚いんだよね。今剃るわ。おせんべいさん、汚いね、吐きそう。キング姫さん、断髪式やろ。アトタリさん、どうでもいい。汚い。どんちゃん、髭剃るよ。アチャンさん、整えた方がいい。ごめん、W。でしょ？言った通りでしょ？アングコローさん、眉毛も剃って。眉毛も剃らない。眉毛整える。今から。よいしょ。汚くなるだけだからな。ただただ汚くなるだけだからな。これヒゲ、女の人分かんないんだよね。ヒゲどうなるのかとか、自分に生えないからさ。今からお顔をきれいにしますね。お顔を見えてる？大丈夫。金の姫さん、何日でそうなるの？早瀬って言った人が汚いって言ってるから何なんだよっていう、これで2週間ぐらいは。あ、おかまめっよ。やっと剃れるわ。金の姫さん、伸びるの承知。伸びるの早いんだよね。ゆかり87さん、ふえーふえー。あきえっちさん、フォロワーすごい伸びた。あきえっちさん、わら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 いた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 、いたいよ。何これ。アキエッチさん、呼ばれた心は本当みたいだね。痛い痛い痛い。心の綺麗な人はね、相手を暴いてやろうとか一切思わないものだよ。あちゃんさん、大丈夫。W。いや、挟まった、バリカンが。多分伸びすぎたんだと思う。
てえ今の。シメサングラフなどにセルフで淡々と撮るとなると暗いレンズになっちゃうけど、24から240とか高倍率の方が使い勝手が良いかもですね。なるほどね、高倍率欲しいね。ちょっとね、ワークができない分どうなんだろう。でも高倍率は三脚は性能良くないと多分動きについていけないと思うんだよね。アングルフォローさん、来た前から大丈夫、ツイッター残しておいてね。何から揃えていくのかって結構課題だよね。俺は今ジンバルも欲しいなと思って、あ、シュトルリンに聞きたかったんだけど、浪人の S だっけ、浪人の S ってどうなの、浪人だったっけな、昨日聞いたんだよね、ジンバル浪人がいいんじゃないかって。アキエッチさん、僕のフォロワーイスラム教徒多いからフォローしてあげてね。カメラやってる人どう、浪人の S。あー気持ちいい。あー、一人で見る重さんですが、片手持ちの方ですよね。片手持ちの方だって予算が間に合わないもん。両手持ちのさ、ジンバルなんか20万するぜ。俺も両手持ちがいいんだけどね、本来は。両手持ち20するって。だから浪人の S だと、アルファと相性いいし、業界の人みんな使ってるよっていう、昨日。アキエッチさん、はぁ、カタルシスなんですが、あなたのそれは、キング姫さん、さっぱり。うん、いや、今からそる。今長さを整えた。今から反り。キング姫さん、なるほど。そうそうそう。バリカン入れて長さを整えただけ。M の方、 M いくらすんの？ M 高い？あ、オペレーション考えたらそうだよね。日本人さん、監督、僕を役者で使ってください。役者の募集は DM ください。矢印ブーちゃんの笑顔は汚れた心を浄化してくれる。DM ください。役者募集してます。すっきり。おー、いいね。うん。アングルフォローさん、浄化されるを。いいね。
兵糧工さん、ちょっと谷村新司に似てる。そう。アキレッチさん、ふん。アングコローさん、ほーん。あー、気がしい。エッチさん、パルパール欲しい。アングコローさん、ジャストミート当たる。アキエッチさん、それいいぞ W。アキレッチさん、パルパール。ヤメチクリーさん、横のソニーレオーズランキーみたいに。アンゴコローさん、アキエシャストミート当たる。エッチさん、それいいぞ W。 アキエッチさん、パルパール欲しい。アングコローさん、もう疲れた。髭剃った方がいいでしょ、あーちゃん。わかった。全然違うでしょ。整えた方がいいでしょ。整えた方が絶対いいでしょ。髭ってね、清潔感出すの難しいんだよ、本当に。あの、整えないと不潔になるんだよ。剃った方がいいでしょ。分かった。金魚姫さん、清潔感満載。ひげはね、整えないとすぐ不潔感が出るから。アキエッチさん、お前はただジャストミート当たるのいつもしてればいい。検証するんで、アイテムお願いします。アキエッチさん、すっきりその方がいい。ごめん、食べる。でしょ。あ、女の人生えないから分かんないんだよね。金魚姫さん、バーガーをプレゼントしました。はい、じゃあ。アキエッチさん、パルパルのところで和道好きとか書いてろ。アングコローさん、なんでそうなるんだよ。 WW 銀河のワトツのワトドラムテクニックより面白くないだろうが。格安シム普及委員会さん、頭が、ああ。アキエッチさん、クソ GM が面白くねえわ。あちゃんさん、いけそりし、でも、どこの人男かしら。ダメだ。剃ってねえから、それね。いいね、ありがとう。あちゃんさん、
いいねお3個プレゼントしました。金魚姫さん、のんちゃんの手がびっくりした。アングコローさん、アキエとは笑いのツボが違うようだし、一斉は借り換えないので当たりのことに言っても余裕です。アキエキシさん、あーなんからアンコローもちょっとあるのかな。さあ、セーフシーン。おー、アヤ、久しぶり。元気？また彼氏でもできたんだろう。彼氏ができると俺の放送来なくなるから。図星だろ。男できたんだよ。昔からそうだ。アキエッチさん、アルパリの真似だよ、欲しい。昔から男できるといなくなる。アキエッチさん、わら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 。さん、あ、はいわら。アングコローさん、だろ。図星だろ。ほら。いや、もう昔からだもん。あやなんかだって俺がフォロワーがさ500人ぐらいの頃から見てんだから、もう付き合い6年目だよ。こいつ彼氏できるといなくなる。彼氏できないとずっとコメント連投だから。わかりやすい。いや男運悪いな。あやはすぐダメな男に引っかかんの。で戻ってくんだよ。振られたーっつって。おしろび星さん、ワード2。はい、ワード2。おい、ロビーいらっしゃい。アングコローさん、手入れしてんの。え？アキエッチさん、元コンなんね。ニスケいらっしゃい。ニスケさん、こんばんは。ありがとう。花火ありがとう。炎上する、炎上する。炎上しまーす。あれ？炎上できないの？キムノッチさん、お疲れ。はい、お疲れ。花火もらったんで炎上しまーす。こんな感じかな、うん、どう。サソリン機材は大手アットパイプさん、おつ、アキエッチさん、延長します。アンドゴローさん、アキエさすがに、急いで。さ、サービス枠だね。あー気持ちいい。あー、キーナッチさん、おしろび星さん、オレンジのライトがいいね。あー、すっきり。あー、オレンジのライトがいい。ヒゲ元に戻ったね。いい感じだ、いい感じ。ちょっとここ長いから切ろうね。ハサミ取ってくるわ。いい感じです、うん、前言ったじゃん、ヒゲ伸ばしちゃってよくねえぞ。アキエッチさん、めったやたらに詐欺師の味方してか見つかない方がいいよ。
この人のアンチ数半端ないから。ハサミある。これでいいや。じゃあ今から長さ整えます。もんちゃん、櫛って持ってないよね。うん、お白び星さん、またひげ赤くするの？ひげは赤くしたことないよ、俺。長さ整えてます。伸びたんで。ピーナッツさん、天下も赤くしよう。アキエッチさん、頼んで手作り人形を作ってくれた人をディスりまくれる神経でアーティスト気取るなって。あちゃんさん、そいで黒髪にしたら完璧。うん。サソリン機材は大手アットパイプさん。あ、腰痛ひどい。痛いので寝落ちします。さいなら。うん、サソリン、また良くなったら戻ってきてよ、うん、ありがとうね。アキレッチさん、50万の PC なんかいらないんだって。 W どうだろう、どう、みんなこれくらいでいいんじゃん。どう、みんなどう、アホヒゲの長ささん、超かっこいい。星ロビ星さん、男前や。超かっこいい。のんちゃんみたいなこと言い始めた。アングコローさん、どうって言われても笑。海宝さん、いい感じ。いい感じ。金魚姫さん、いいね。いい。あちゃんさん、モテ男。うん。アキエッチさん、映画を撮ると言って写真用カメラを買う。リスが集まると善良なリスナーまで叩き出し、被害妄想で弱者イメージを流して同情を買う。こだわりがあるの。ヒゲ、ヒゲはこだわりあるよ。ここを絶対生やさないっていうことと、ここをきれいにするっていう。アキエッチさん、ケチな人生だな。こだわりあるよ、ヒゲは。うん。もう一回剃りだな。輪郭がずれてる。よし、長さはこれでいこう。ありがとう。アキエッチさん、何も達成しない、何も努力しない、自分で働いて物を買わない。お城でこしさん、ひげ赤くした時なのに。ひげは清潔感と ワイルドさは行き過ぎると不潔になるってだけ。ひげ、うん、はワイルドイコール突き詰めると不潔になるっていう。本当のワイルドは原始人だ。いや、俺は顎がないからここのラインをきれいに作ってんの。二重顎になりやすいからここのラインをヒゲで陰影つけてんの。顔の輪郭。あちゃんさん、山田孝之 W。 山田孝之俳優やるときは絶対剃るじゃん、役に合わせて。もう一回顎のライン整えるわ。
ら、アタルに論破されて逃げてるわ、ドー君。あちゃんさん、いいな、男だったら私もライスをひげ生やすの夢。生えない人もいるよ。ただ生やせばいい役じゃないんですね。生えない人もいるから、ヒゲは。星ロビ星さん、角度とかこだわりが強そうなイメージ。百万札束さん、当たるジジイのセンスはどうなん。ハピネスさん、和道先生はどっち。はいはい、はどっち。アピエクスさん、反抗するだけ弱者に生きてって、それはいい。だけど生活保護の条文を無視して動画作るなって。アキエクスさん、ステータは無視する。ハピネスさん、お手紙のシーン、絵に入れたい。ついでだから洗顔もしようかな。だから顔洗おうかな。アキエチさんはどうくん、そういう顔だったら何年生きてても無理だよ。アキエチさん、いい人だと思うよ。狭いでしょ、貧乏。狭いでしょ。洗顔させて。洗顔するわ。ユニットバスいいよな。一軒家でお風呂持ってるのは貸し組だよ。羨ましいぜ、湯船使ってさ。湯船使うのに体育座りはな、ちょっとな。それだけちょっと不満があるかな。ユニットバス俺も嫌だよ。俺だって嫌だよ。カズアさん、ありがとう。カズアワセ、俺だって嫌だよ。カズアワセ、ありがとうね。アキレッチさん、頑張れな、頑張れって W。アングラーさん、お風呂は足伸ばしたい。伸ばしたいね。でもまあね、風呂がなかった頃に比べたら幸せだよ。今お風呂入れるんだもん。1日2回も3回も幸せだよ。それを忘れたらダメだよな。俺はもともとな、
風呂にも入れない生活してなんだから。アキラチさん、頑張って働いてさ、働く予算を動画にしなきゃ。アキラチさん、働いてミュウツーも配信してんだからさ。いや、俺働いてるけど今。アキエッチさんな、頑張るよ。アキエッチさん、ケチつけた分はディスるぞ、いい分だろう。ちゃんさん、そこドア開けっぱなしだと湿気が部屋に行っちゃいそうで気になる。いや、部屋に行くよ行くよ。さん、君うるさいな。まあまあ、君は関係ないから。関係ないからって、あや、一番この中で子さんなんだけど。この中で俺のこと一番知ってんのあやだろ。詐欺して、サイコホラーかな。あ、サイコホラーじゃない。サイコサスペンスかな。ジャンル的には。サイコサスペンス。よっしゃ、泡完成。プレバーさん、サイコサスペンス。アキエッチさん、そんなやつが生活保護ビジネス、寂しい人間だね。さん、楽しみだ。あちゃんさん、体ゴシゴシ。いや、顔、洗顔。キング姫さん、あわすげえ。プルンプルン。これくらい泡立てないと洗顔にならないんだよ、本当は。アキエッチさん、脚本書けないのに無理。あちゃんさん、あ、泡作ってたのか。そうそう、泡。キング姫さん、気持ちよさそう。そうそう、これくらいきめ細かくしないと、あの、毛穴に入らない。なんか、3人くらいで映画撮ってた人いたな。何人？ねえな。よく作れるな、ファンに。犬さん、初見です。和道さん、グワッチの歌うまカラオケ。頑張ってくださいね。頑張るよ、ありがとう。女子力。犬井さん、ありがとう。つい最近。アキエッチさん、どんなちゃんは、とっくに映画完成してる。ヒドンナは撮影舞台じゃねえだろ、演者だろ。あちゃんさん、泡が大事なの知ってる。女子力高めのはドタン。アキエッチさん、他人の作品をボロクソに言えるほどのものがないだろう。はどうくん W。俺はつまんねえもんつまんねえって言うよ。面白いもんは面白いって言うよ。プレバーさん、ホラーみたいな映画だったな。
キング姫さん、最近ワド監督を知り、お邪魔させてもらいました。面白いので、応援させてください。あ、フォローよろしく。努力をしなさい。ありがとうね。フォローよろしく。ツイッターと YouTube もフォローして。ありがとう。みーすけさん、泡だらけの笑顔怖い W。 怖い。キング姫さん、しましたよ。カニさん、こんばんは。こんばんは。あちゃんさん、その顔で笑わないで W。 さん、あはは。アキエッチさん、努力をしないからリスナーが一生懸命作った人形を罵れるんだよ。人の心がわからないからダメ。犬井さん、まさにスクショタイム。カスアットその千の原さん、あはは。カニさん、風船を5個プレゼントしました。アキエッチさん、無理してるの W。 あちゃんさん、怖い W。 演技力高いから。どんな笑顔もできるから。本当あれかわいそうだった。どんな演技もできるから。村井男さん、風船を5個プレゼントしました。風船ありがとう。相手もありがとう。笑い男。あちゃんさん、お腹痛い W。 うん、さん、花火ありがとう。花火ありがとう。おっさんだから油が出る、油が出る。アキエッチさん、だんざん擁護してたリスナーの発言しないよ W。 夫人部も大洪水。犬井さん、水に滴るいい男。あちゃんさん、モテ男しい M。 アキエッチさん、和道くん、人形を送ってくれた人の気持ちわからなきゃ。ナルシスト配信ですね。ア
キエッチさん、リスナーの気持ちがわからないから伸びないんじゃないよ。人の基本ができてないから心がわからないの。あちゃんさん、鋭い眼差し。3、色気がやばい。アキエッチさん、努力して人並みの辛さを覚えなさい。金魚姫さん、うん、色気あるね。あちゃんさん、やばい W。 ハルさん、ワドニーがはかどる。さん、歯磨きしながら壁ドンしてるみたいだね。アキエッチさん、働かないから金銭感覚が狂ってる。映画用の金をパチスロに使うよね。あちゃんさん、確かに壁ドン。アングコローさん、そんな顔していつも歯磨きしてるの。わら。金魚姫さん、ドキッてしたわ。キレッチさん、和道くん、貧乏なんだからギャンブルもタバコもやめないと。ハルさん、こんなメルクで歯磨きする人初めて見たわら。あちゃんさん、キャこれ広末涼子顔ね、俺の。アキエッチさん、ダメ人間でも応援した方がいいやつと痛い目を見なきゃダメになるドがいる。3、キャマは。うわ。金魚姫さん、歯磨きでこんなに盛り上がるの。あちゃんさん、広末涼子 W。バーガーありがとう。ハルさん、バーガーをプレゼントしました。みんな、水道から蛇口をひねって水を出すよ。アキエッチさん、これこれ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。金魚姫さん、わら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 。アキエッチさん、逃げ続ける人生の椅子だけど、勝手に使うわね。あちゃんさん、パンパマンダブル。アキエッチさん、すらさわけダブル。ハルさん、新しいジャンルわら。アキエッチさん、わら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 わコメ欄が中火から電気出してるのが臭い。キングハムさん、締めはおい。ハムさん、これガツビーのシーン M アルドワナ。ああ、前髪薄い。ガツビーの CM あるかな。超前髪薄い。配信者は歯が命。アキエッチさん、ほら、人形を送ってくれた人に謝らなきゃ。アキエッチさん、二人してはしごがしたあの時本当に悲しんでたよ。ハルさん、エステリンの CM 待ったなし。
チさん、君ら二人で一人のリスナーを追い込んで泣かせたよね。見てたよ、あちゃんさん、モテ男 C、M、長い W。とりあえずスニッカーズの C、M、おだな。ハルさん、15秒に収まらないわら。アカネさん、そろそろ飽きてきましたね。アキオチさん、とは、どれしてさ、いい、いい、が欲しい。俺、ポカリで、ポカリでないわ。送ったのに。トラビスさん、足わら。ポカリに出ない。さん、かわいそう。あちゃんさん、有名な口口。これ漂白用だから長いんだよ。アキエッチさん、おばあちゃんから金を踏んだくる時もそうなんだよね。そしてさらに磨くの W なんて徹底ぶりわらわら。漂白。金魚姫さん、歯磨きするとなぜかタバコ吸いたくなりますよね。せっかくすっきりしたのに、ハルさんある男優の現場入りみたいわら。犬井さん、歯茎大丈夫かな。金太郎はドリタイさん、マドツ。マドツさん、詐欺師根性は抜けないんだね。真っ黒に染まった布はいくら洗ってもダメなんだね。カニさん、音波歯ブラシめちゃくちゃいいよ。あ、音波歯ブラシね、いいね。さん、かわいそうに思って囲いが現れるんだよね。歯磨きと洗顔だけで閲覧100キープ。アキエッチさん、しょうがないね。2匹のゴキブリだもんね。金太郎はドリタイさん、かっこいい。かっこいい。うん、知ってる。逆光の和道。逆光だよ、みんな。みんな逆光だよ。みんな。ハルさん、逆光だよ。眩しい。うん、眩しいね。はい、のんちゃん、ちょっと俺トイレ行くから。はい。アキエッチさん、まともな人間じゃないから有名になろうとしても無理だよ。あちゃんさん、うん、完璧パチパチ。似てたのに。おはよう。さん、のんちやん、キング姫さん、おはよう。
はよう。アキエッチさん、カメラのライトも最初否定してたしな W。あっちゃんさん、のんちゃんおはよう。おはよう。うわぁ。アキエッチさん、望遠レンズも否定しておいて、お気に入りに入れちゃって W。キング姫さん、のんちゃんの声好き。あっちゃんさん、ネロキ？え？アキエッチさん、自分で働いた金で買わなきゃ。ハルさん、のんちゃん一日何時間寝るんだい？22時間。ヒゲ剃った方がいいっていうことが証明されました。よろしくて。ヒゲ剃り終わったよ。ヒゲ剃った方がいいでしょ。アキエッチさん、動けるんだからね君。捨て頃最弱だけど。ハルさん、ずっと決め顔笑。決め顔じゃなかったこと本当に一回もないんじゃないかな。生まれてからずっと決め顔だと思うよ。あちゃんさん、もういません。 W、 OK、 もう言わない。金太郎はドリタイさん、いいな。我道さんと俺るのちゃん欲しい、羨ましい。生まれてからずっと決め顔笑、うん、はるさん、我道夫人部は右手が忙しい、うん、あちゃんさん、決め顔の赤ちゃんやだな。 W、 アキエッチさん、働けるのに生活保護を広める。日本の財政は苦しいから君は日本に害してるの。金太郎はドリタイさん、我道夫人部とかそう。アキエッチさん、天皇陛下をね、褒め唱えていいのはまともな人だけ。あちゃんさん、さっぱりしてメガネが入る。そうよね、おでこがハゲててこんなにかっこいいやつ世の中にいる。アキエッチさん、天皇陛下を汚れた人間が応援するんじゃないよ。おでこがハゲてるのにこんなかっこいい男いる？周りに。ヒゲを剃るだけでこんなかっこいい男いる？いないでしょ。世界一かっこいい。世界一かっこいい。アキエッチさん、教育直後読んだことあるのか君は。 W、 ハルさん、さすが17にイケメン枠で専属契約した男。あれはマジで笑ったけど。あちゃんさん、いません、うん、セブンティーンにマジでスカウト来て、なんで僕誘ったんですかっつったら、かっこいいからって社長に言われたよ。あれはもう爆笑だよね。打ち合わせいたモデルしかいなかった。アキエッチさん、天皇の名を恥ずかしめないように生きるのが天皇の望みだからな。 W、金太郎はドリタイさん、アキエッチさん、国民は天皇の名を恥ずかしめるような生き方をしてはいけません。カルメンさん、ハゲ。アキエッチさん、天皇陛下が国民が恥じないよう心がけて生きてるのに君は何なんだ。
アキエッチさん、天皇の名を出すんじゃないよ、汚れるから。アキエッチさん、君がね、天皇の名を出して支持者といえばイメージ下がるの。一人でずっと喋ってるやついんな、さっきから。アキエッチさん、わかる。こちら極潰し総本舗さん、ジェルつけたの？つけてないよ、ジェルは。一人でなんかずっと喋ってるやつがいて怖いんだけど。アキエッチさん、君は誰も説教できません。アキエッチさん、努力をしなさい、うん、キング姫さん、怖いよね。アキエッチさん、頑張れ。怖いよ、恐怖でしかない。アキエッチさん、頑張ってくださいね。ハルさん、千波の枠はこんなのばっかやぞ。アキエッチさん、詐欺で恥の上塗りをしつつ心の清い人を道場で呼ばないように。何言ってんのか全然わかんない。アキエッチさん、人形を作ってくれた人を罵った分は叩いたかな。アキエッチさん、あの時は君相当な時間罵ってたよ。アキエッチさん、ひどいね。アキエッチさん、あの時のあの人の無念、ほんとかわいそう。何が人形いらないだ、B、アップル。てめえがお願いしたんだろう。アキエッチさん、それをコーヒーの考えしゃげるまで長時間ディスりやがって、 KS が。アキエッチさん、生き方を改めろ。アキエッチさん、アーティストを罵るんじゃねえよ。
役者もスタッフも募集してるね。役者もスタッフも募集してるね。ただ条件は月1回新宿に集まれること、スタッフさんは。で、役者さんはオーディションから本読みの稽古が入れる人募集してる。じゃあスタジオ借りて、本読みの稽古があるから、それに参加できないと役作りできないから、それだけかな。まあエキストラもできれば本読み参加してほしいけど、あと技術者は音響さんが、場所は新宿だね、稽古は。うん、だから現場に来れるっていうわけじゃなくて、新宿に通える人だね。最低でも月1回集まれる人で、稽古は絶対来れる人だね。条件は、あとはまあそのお茶出しとか、そのカチンコやったりとか、そういうなんか和道の映画に参加したいっていう人で、技術がなくても参加できる仕事はいっぱいあるね。そのお弁当、お弁当を手配したりとか、スタッフさんの手伝いする人、カチンコだったりとか、いろいろあるよ、募集してる人は。未経験のスタッフは、例えばそのカメラを覚えたいっていう人だったら、カメラマンの、要は制作チームがあって、制作スタッフが集まって、撮影監督、その照明監督とか、いろんな部署があるので、カメラを覚えたいとかさ、例えばメイクを覚えたいとか、セット組むのを覚えたいっていうんだったら、その一番上手い人の、要は襲われるようにカメラの設定とか、そこの下に入れるし、優先的に希望があれば。そうじゃなくて雑用がいいっていう人は雑用をお願いする。そんな感じかな。ただ未経験のスタッフが何を求めてるかだね。バカありがとう。ムービー綺麗だった、ありがとう。お寿司ありがとう。江ノ島っすね。ありがとう、ありがとう。よかった。役者の枠はどれくらいあるの？まだまだ足りないかな。まだまだ足りない。眉毛剃ってないよ。ヘアメイクさん欲しいね。メイクさん欲しい。初見さんいらっしゃい。メイクさんも欲しい。ただ、いなかったらまあ自分たちでやるって感じかな。メイクさんがいるとありがたいね。多分ほくろ消したいとか、役者さんと相談打ち合わせして、そのメイクさん用の台本にこの人はほくろ消すとか書いて、もうパッパパッパ、そのここのシミ消してとかで、撮影前にずっとチェック入るって感じ、メイクさんが。でメイクさん OK 出して、全員が OK 出したら勝ちみたいな、そんな感じだね。今集まってるスタッフが7人いて、スタッフさんはね、もう13人ぐらい欲しいかな、最低でも。初心者でも OK だね。13人、スタッフはあと13人ぐらいいればなんとかなるかな。うん。で、一応、特典としては、テロップに出すっていう、
まあ小手半なのか本名なのか重要任意でいいけど、まあその各部署のあの制作者としてちゃんと名前を載せますね。今7人いますね。一番欲しいのは主役はね、今テルにお願いしてるかな。主役はテルチャンピンにお願いしてるかな。テルだね。プロのカメラマンスタッフにいますよ。立てるに来年までにお願いしてるのは標準語マスターしてくれってお願いしてる標準語をマスターするのが条件映画とりあえず1本撮ってからかな。うん。あ、卵ありがとう。アイテムありがとう。セフィーありがとう。とりあえず1本撮ってから、まあ、まあ1本撮るまでがハードル高いのね、ものすごく。まあ1本撮ったらみんな2本目撮るっていう、普通はね、普通は1本撮ったら撮り続けるって言われてるんだけど、1本目のハードルがクソ高いのよ。エビありがとう。金太郎さんエビありがとう。寿司のイベント今日までだから、みんなお寿司余ってる人投げてください。
お寿司は今日までですね。今日投げちゃって持ってる人いたら。ありがとう、大トロありがとう、エビありがとう。大トロだ。大トロだい。宮崎って誰？はいよ。ウニありがとう、特ウニありがとう、ウニありがとう、サンキュー。のんちゃんかわいいよ。俺さ、前々から思ってたんだけどさ、俺のさ、あの顔ってさ、スラムダンク顔だよね。わかる？なんかスラムダンクの井上さんが描くね、キャラクターにすげえ似てるんだよね、目元とか。初見さんいらっしゃい。スラムダンク顔じゃん。わかる？切れ長の人やあの人描くんだけど、この目の形がスラムダンクの。ああ、宮崎駿さん？そう、スラムダンクの顔なんだよ。顔の作りが。大画面で見たい、うん。上映会やるからね。みんな見に来てね。みんな見に来て。スネ夫のキャラ。出てきそうそう、スラムダンクに。タン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 、一本一本じっくりって。商用の6番誰だっけ。商用の6番、誰だっけ。最近すごいよ、花火もうアイテムバンバンもらってるよ。最近すっげえアイテムもらってる。バブルが来てるね。バブルが。長谷川和樹。メガネがスポーツメガネのやつ、背高い。あ、メガネ割れるやつ。
スタバって何時までやってんだろう。なんかいつも終わってるイメージ。ね。10時ぐらいまでじゃない？ 10 時ぐらいまでか。場所によっては23時までか。そっか。基本10時か。覗いてるのんちゃん。覗いてたの今。うん。覗いてた。見えた。どこに。見えた。どこにいる。あ、いた。見えちゃった。うん。見えちゃったね。さて、一個作品が作り終わったぞ。次は何撮ろうかな。こうやって一個一個だね。一個一個。
また一個の作品が終わった。次はのりこの AV でも撮るか。あはーん、あはーん、のんちゃんのセクシービデオ。何も作ってないやつが何か作ってるやつをバカにするんだよ。いくらありがとう。いくら好き。いくらいいね。いくらありがとう。延長するんでアイテムお願いします。延長するんでアイテムお願いします。お願いします。あれ延長。あれ延長されない？iPhone 調子悪い。ごめん、切れるかもしんない。次枠で。ちょっと携帯がおかしい。花火ありがとう。ごめん、次枠で。ごめんね、申し訳ない。ちょっと延長ミスったわ。携帯がカタカタ。